止まっている世界はつまらないでしょう。回ってない風車なんて見るに値せずってね。だから私が動かすことにしたんです。最初の一歩、この輪崩し、三代目火影もろともに。知ってますか、かつて死と呼んだ者を傷つけるという達成感と喜びを。この日が来るとは思っていた。殺せなかったわしの甘さだ。クイルにはもう遅すぎますね。やれ、忍法獅子エンジン。足でまといに入ってこられる方がやりにくいでしょう、先生。もう息が。飽きてきちゃったわ。もうお体がついていかないようです。ホビニーからやり直しじゃ。もう息切れですか。あなたは本当に老いた。手応えがなさすぎる。わしはまだ死ぬ。そうですか。でもこれはほんの手始め。ちょっと驚かせてあげましょう。口寄せ江戸天聖一つ。これは二つ。まさかこの死人は三つ。何としても。私が死と戦うのだから、あなたもそうしてあげるわ。初代と二代目のおかげですよ。鬼め、昔のままのお姿とは。だが違う。お二人の形をしていてもわしのかつての死ではない。ただの操り人形だ。そうでも思わないと戦えないの。ごたくはよい、始めるぞ。加減はせんぞ。加減はせんぞ。二人とは戦いたくなかった。姿はそのままでもただの綾。
間違いを何としても正さねばならん。余力他者の体を奪い精神を不死にする転生術を会得したのだな。おいとは虚しいものですね。あなたを見ているとひしひし感じます。化け物め、あの時殺しておくべきだった。お前を自分の意志と力を受け継いでくれる存在、そう思いたかった。だがお前は火影という存在がどういうものか全く理解しなかった。その甘さがこの事態を招いたのだ。かつての過ちを今正そう。封印術、非封じ。初代様、二代目様、お許しくだされ。おいぼれ、何をした？私に何をしようというのだ？これが死神？ふざけるな。おいぼれめ、その前に殺してやる。その必要はない。この術の代償はわしの命じゃ。お前の魂を封印してわしも死ぬ。魂すべてを引きずり出すのは無理なようだ。だが術はすべてもらっていくぞ。腕が使えぬ以上、因も結べぬ。バカな、一体どこにそんな力が。お前に理解できぬのはそこだ。大切な者たちのために戦う、それが真の忍びの力だ。わしは三代目火影。作戦はここまでよ。結界はもういい。帰るわ。さくらちゃん、ナルト、サスケ、
まだ信じらんねえよな。これからどうなるんだろう。五代目を立てんだろう。三代目の代わりっつうのは想像つかねえけどよ。三代目は誰からも慕われた立派な火影だった。真の忍びらしく死んだ。まさか火影様が死ぬなんて。寂しくなるわ。ガーラの野郎と戦ってる間に里がこんなことになっていたとはな。ナルト。カカシ先生、なんでこんなことに。三代目のじいちゃんが死ぬなんて。お前には初めてだったな。戦いで誰かを亡くすってのは辛いもんだよ。火影として三代目は里のみんなの家長だった。だから大切な家族を救うために命がけで戦った。守るべきものがあったから強かったんだ。火影様だけじゃない。今回の戦いでたくさんの忍びが命を投げ打った。里のために、自分にとって大切な誰かのためにな。なんとなくわかるってばよ。お前にはよくわかってんじゃないの。砂のガーラとの戦いでサスケとサクラが一緒だったからこそお前は力を発揮できたんじゃないか。うん、サスケがサクラちゃんを助けろって言った時、たとえ自分が殺されても絶対助けなきゃって思ったんだ。分かってるじゃないの。あのガーラを相手にお前たちはよくやったよ。あのさ、分かんねえんだけど、なんで砂の奴ら木の葉を敵にしたんだ。オロチマルに騙されてたみたいね。黒幕はあいつだったってことだ。忍びはどのような状況においても感情を表に出すべからず、任務を第一とし、何事にも涙を見せぬ心を持つべし。サスケ君、ありがとう、助けてくれて。砂の忍びと戦った時、私気絶してサスケ君が助けてくれたんでしょ。助けたのはナルトだよ。またまた、サスケ君ったら謙遜しちゃって。確かにナルトも強くなってるけど、サスケ君とは比べ物に。本当のことだ。あいつはお前を助けるために死に物狂いで戦った。今までに見たこともない力を見せてな。おーい！三人揃ったな。じゃあ説明する。君ら三名で偵察任務だ。里の近くに来て野営している連中がいる。素性はまだ分かっていない。敵の可能性もある。その連中の人数及び現在位置をつかみ、観察の上何者なのか報告すること。やむを得ない場合を除き戦闘は避ける。分かったね。分かりました。分かったってばよ。行くぞ。